誰も知らない歴史。五代友厚は明治時代の実業家で薩摩藩出身でした。彼は薩英戦争でイギリス海軍の捕虜になりましたが、その後イギリス艦隊司令官に日本の武士の強さを説いて講和に持ち込みました。彼はヨーロッパへ留学し、武器や宝石機器など購入して日本に持ち帰りました。彼は日本の富国強兵に貢献するために海外の技術を積極的に取り入れました。彼は大阪で多くの企業や組織を設立し、大阪経済の発展に尽力しました。彼は東の渋沢、西の五代と呼ばれるほど日本経済の立役者でした。これらのエピソードから五代友厚は学問や文化に興味を持ち、人情に厚く正義感の強い人物であったことがわかります。この動画を楽しんでいただけたなら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。